ほぼ全方位を敵に回した今もなお、着々と敵を増やし続けて、着々と追い詰められているコラボ。しかしまだ WBPC の問題はテレビでほとんど取り上げられていません。この問題は経緯がややこしいので、知らない人にて身近に説明するのは難しいです。なので初見の人に向けた不協用の動画が必要と考え、この動画を作りました。あくまで暫定版で随時改善版を投稿していきます。もし現実での友達等に WBPC 問題を不協する場合、一番最初にこの動画を見せてください。レイヤー視聴者ってことがバレるけどな。コラボという団体がありました。コラボは DV や性暴力などに苦しむ女性に手を差し伸べて助けている団体です。コラボの代表は二刀夢の様です。サハ系のツイフェミとしても有名な人物です。で、そのコラボの会計で不審な点が見つかりました。コラボの不正会計を追求していたのは、ひまそらあかねというハンドルネームで活動する一般男性の方です。このひまそらあかね様という人物は壮絶な過去を背負っています。ひまそらあかね様は社長と共にベンチャー企業の立ち上げに参加するも、途中で社長に裏切られて手柄を横取りされたため、複数の訴訟を起こして最高裁まで7年かけて争い、最終的に6億円を勝ち取っています。どう考えても一般男性じゃないだろ。いい加減にしろ。コラボの不正会計疑惑が広く拡散され、コラボへの寄付金が減るなどの実害が出ました。そこで焦ったコラボ代表二刀夢の様は、弁護士を集めて記者会見を開きました。しかしその記者会見では会計に関する説明がごくわずかしかなくて、会見の大半を論点のすり替えと被害者アピールに費やしたため、圧倒的大多数の人がコラボに対して不信感を持ちました。また弁護団の発言も尻滅裂で笑える内容だったので、それで大炎上してコラボってちょっとおかしいんじゃないと話題になり、コラボ騒動が多くの人に認知されました。特に会見でのカンバラ弁護士の発言リーガルハラスメントはよくネタにされています。おそらくコラボ弁護団としては、会見で圧力をかけてひまそらあかね様を潰そうとしたのでしょう。しかし結果的にひまそらあかね様の味方を増やすことになってしまい完全に逆効果でした。それからも公文書や調べた情報などを、それぞれがネット上に投稿して共有することで、集合知によるコラボへの追及が進んでいきます。追及の途中で、散々会計がガバガバだと言われているコラボよりも、はるかにヤバい3団体の存在が発覚し、話題になります。それが若草、ボンド、パップスの3団体です。この中には主な事業所がハイオクという活動実態があるのか疑わしい団体も存在します。それぞれの頭文字を取って WBPC と呼ばれています。簡単に言うと、私たちが敵だと思っていたコラボは四天王の中でも最弱だったということです。便宜上コラボ騒動と呼ばれることも多いですが、厳密に言うと現在はコラボ騒動ではなく WBPC 騒動といった方がより正確です。WBPC 関係者は自分たちの団体の活動を根拠に法律を作る会議のメンバーに選ばれて自分たちに有利な法律を作っています。その中の一つが困難な問題を抱える女性への支援に関する法律、略して困難女性支援法です。同法は困難女性の定義が極めて曖昧で、運用次第では大量の税金を徴収できてしまう大変危険な法律です。しかし困難女性を支援するという名目があるため、これを批判した人は女性差別扱いされてしまいます。要するに同和利権と同じようなものです。弱者を盾にして税金を抜こうと画策している人たちがいます。現在これを阻止するために様々な方々が動いています。コラボと WBPC の問題に詳しくない方は、暇な空白チャンネルの共産党と強いつながりがあるコラボ代表二刀夢の3動画という再生リストを古い順から見ていってください。当チャンネルでも WBPC 関連の動画を投稿しています。再生リストからぜひご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。